ガールコールパンプです。いつもライブ配信でございます、突然なんですが、女抱きますの動画でこの前見せてライブ配信しちゃった時のやつですか。服と画角がそっくりだから気になっちゃった。あ、そう、正解正解、まさしくその通り。だからその時に撮ったやつだから、もうすでにね、あの会は終わってるんですよね。はい、失敗しましたよ。なんですか、女抱きますって言った動画の後どうなったかですか。失敗しましたよ。はい、普通に飲んで、まあそことか話盛り上がって抱けんのかなとか思ったら、普通に仕事入ってましたよ、向こう。まあ仕事って言いながら、私とね、セックスするのがね、嫌だったかもしれないですけどね。失敗したかい、失敗したか。そうよ、この話はこれ以上しない。黙ってドラクエさせろ、うるせえよ。お前違う、お前頑張ってな、勉強してからいたけどな、向こう漫画で見てたからな、知らねえキャラクターの話いっぱいされてな、結局ふーんそうなんだしか言えなかったな。勉強したい見なかったら、バカ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 、炭素調べることしかできねえ。ああ、寝て寝て、おめえらじゃねえや、来んなよ。女と寝てんだこっちは今、うっぷん晴らしてんだよお前。その後女に本に出した精子濃かったねえ。地がらししたって、むしろ自分から進んでやってやったよ。したら逆になんか、なんかなんていうの、俺が見たところが、その子で言うとこの昔だから、なんかちょっとなんか、え、こいつなんか入念に見過ぎじゃないキモみたいな顔されたわお前。こいつなんか、私の想像以上に見てるんだから、キモみたいな顔されたけどな。ただのチーカー好きすぎて、なんかキモいやつになっちゃったけどな、俺普通にな。クソ。なんだよ。おめえがチーカー好きって、プロフィール書いてるから、こっちが熱心喋ってんだろか。俺のチーカーを受け止めろよ。この回のさ、このシーンのさ、こういうところのチーカーの心情、あれはこういうところを表してると思うんだけど、その辺どう思う？そうだな。そうじゃねえだろ、熱く語れよ、お前の中のチーカーを。見せてみろよ。チーカー語る20代嫌だろ。いいだろ、お前チーカー見たことねえんだよ、バカ。チーカー語るべき存在なんだよ、お前。酒飲みながらチーカー3時間喋れると、お前。今度その話してやるからな。チーカーを3時間語るだけと書いてたから、酒飲みながら。お前、アルコール飲めねえガキは黙って寝てろ、マジで。お前、このチンポみたいな、もうヘコヘコしてるから、チンポみたいな。